皆さんこんにちは。9月21日木曜日午前と午後の合間の人だけ逆上げがハーフタイムの時間でーすMC の佐々木香織です。そしてもう木曜日レギュラー3週連続でね、もうなんか小松さん今日も小松さんだなみたいな気がしてきましたよ。ありがとう、そう思っていただけるとありがたいですねもう木曜日レギュラーアシスタントの坂木国編集部小松さんでーす安田さん見てる見てる安田さんどうしたんですか。安田さん多分今もおし今多分ちょうどお仕事時間ぐらいじゃないかな練習午前の練習が終わってみたいな。なるほど、ざわざわさせるというね取材ですお疲れ様です、出張中ですはい、ということで今日は大学サッカーの木曜日、総理大臣杯優勝の法政大学を特集します。お楽しみに。この番組はニコニコ生放送 YouTube ペリスコープで配信しています。チャンネル登録フォローをぜひお願いいたします。それでは今日もハーフタイムスタートです。本日の放送は毎月24日発売の J リーグサッカーキングの提供でお送りします。はい、ではまず今日のニュースを紹介していきます。まずはこちらです。なんか変わったんですねこれね、フレームがつきました。映像が出るのかな。はい、香川の今季初得点が決勝点に。ドルトムントが酒井先発のハンブルガエスパーを下し連勝です。はいはい、ということで映像は出た。香川ですね。昨日武藤もだし香川もだし日本人選手がすごい決めてました ね、この人はようやっとじゃないですか、みんな待ってたんじゃないですか。そうですね、はい、香川がトプラクのヘディングのこぼれ球を押し込み今季初ゴール66分。そしてハンブルガイスワーの酒井は48分までプレーしたということですね。途中交代、はい、奥に48分で奥に豪徳見切れてます、ね、あ、本当だ本当だ、アップになったこうやっていると本当ナチュラルに体格もなんかすごい向こうの選手っぽい感じが出てますね。まあね、血も半分、まあね、ハーフ、ね、だから、はい、すごいかっこいい。なんで48分に下げたんだろうね。48分ってちょっと不思議。ハーフタイムでいじるか、うん、まあ5分ぐらい様子見てはあるんですけどね。忘れちゃったみたいな。忘れない。だとしたら何人かクビにしなきゃ。香川今ね、なかなかポジション争い真っ只中なんで。うん、ゴンサロ・カストロとか、はい、インサイドだとダフードとか、その辺と、争わなきゃいけないんですけど、うん、まあ、あのインサイドハーフみたいな位置で使われるケースになると思ってて、まあ、そこの2人にない味としては決定力だと思うんで、うん、そこがちゃんと証明されてやっと、はい、カストロとかダフードは、まあ、あの上下してチャンス作る側みたいな感じなんで、うんうん、チャンス決める側は香川のどちらかというとストロングポイントだと思うんで、うん、まあ、そこを脱出していかなきゃいけないけど点取れなきゃ使えないんで、うん、その中でまあようやっと取ってくれましたね。いや、コメントでもね、やっぱり前で使いたいっていうコメントもありますけど、うん、そうね。このドルトムントは3対0で勝利し、開幕から4勝1分けと首位の座を守っています。はい、バイエルン抑えてますから。ねえ。そして武藤が強引なドリブルから左足でゴールを奪うも、マインツは逆転負けで2連敗。慶応大生。うん。はい、ねえ、3人ぶち抜いたんですよね。ね、はい、細かいところ、うんうんうん、1人を最初手でこう右手でちょっとドってこう弾き飛ばしてみたいなのがやっぱり武藤選手できるん で、で、ね、2人は、はい、ちょっと切り替えしでね、置いてったっていう感じで、うん、でまたキーパーの股間抜き、うんうんうん、左足みたいな、これはなかなかやれるタイプの選手ジャパンはいないんで、うん、ハリルホジッチさん見てたみたいないいアピールになったんじゃないかと、はいはい、乾とかとねタイプも違うんで、うんうん、左で使うとしたらですけどね。そうですよね、武藤選手みたいなタイプ本当代表にあんまりいないタイプですよね、うん、うんうんうん、はい、じゃあ続いての話題に、あ、結果1のある、はい、行きましょう、はいはい、うん、なんか本当にまだ始まったばっかりっていう感じの順位表のところもありつつ、そうですね、ヘルタがやったんだっけ、ヘルタやって原口選手また、うんうん、最後3分ぐらい出てるみたいな感じなんで、まあやっぱりちょっと我慢ですね。うん、ケルンはチーム全体として我慢です、そうね、はい、一昨日僕出た時にケルンボロカス言ってしまったんですけど、
ちょっと独走してますもんね、逆の意味で。独走ですね。で大迫一回決定機あったんですよ、まあ、あのこうミドルシュートで、まあ、こぼれ球狙うみたいなイメージで大迫選手飛び出してって、うん、で、うん、あもうストライカーのやり方してるなって、で案の定、まあ、ハイチックじゃなくてリフレクトしたやつがこぼれてきたんですけどね、ちょっとクロスバー越えちゃって、まあ、決めたかったなって感じですね。でもこの得失点12マイナス12っていうのはもう得点力の問題だけじゃないっていう感がねすごく出てますけど、守れない決めれないなんで、うんうんうん、まあ、やっぱりちょっとコルドバがなかなかワントップのね、選手が、うん、期待されてた、みんなしてたっていう疑問があったんですけど、うんうんうん、今のところ答えられてないんで、うんうん、はい、まあ、まだ始まったばっかだからね、うん、そうですね、あそう、うん、ハンブルガーはあの伊藤達也選手ですっけね、うん、はい、元柏のアンダー、うん、の子が、高校卒業と同時というか、はい、まあ、高校卒業待たずみたいな感じで宮市パターン、あの早期卒業したのかな、はいはいはい、でハンブルガー行ってたんですけど、そこの試合であのアンダー23チーム所属なんですけど、はい、ベンチ入りをしました。へえ、すごい。出番はなかったんですけど、ね、へえ、柏優のってコメントも、はい、まあ、そういうコースも今たくさん増えてきてるんで、うんうん、東欧経由とか高校卒業してすぐあっちのユースに入ってる選手とかやっぱ何人か行ったりするんで、そういう選手がね出てきてほしいですね、はい、楽しみ。はい、じゃあ続いての話題に行きましょう。続いてこちらです。レアル完封負けで世界記録更新ならず、連続得点は73試合でストップ。十分すごいけどねレアルは完封負けですでにバルセロナとの勝ち点差が7点、はい、5試合出場停止明けのクリスチアーノ・ロナウドが先発するも無得点、連続得点世界記録更新はならず、いいとこなしってコメントがありますけど、0-1で、うん、現地であのスペインを中心に活動されてらっしゃるカメラマンの方がいらっしゃってて、はいはいはい、まあ、定期的に写真を何点か送ってきていただいてるんですけど、うんうんうん、まあ、その方は、まあ、自滅ですねっていうコメントとともに今朝の試合の写真を送ってきていただきましたねなんか外しまくってたっていう、両チームともまあまあ外してた、まあ外してた、そう、ムツさんです、ムツ川森さんなんですけど、うんうん、ナンバーとかの表紙とかもやってたりしてる方なんですけどね、うん、この間ね出演されてましたよね、はい、ムツさんは、それは違うか、ムツさんはって、それね別のカメラマン、失礼しました、はい、まあ、ケイラ・ナバスとベティスも、キーパー中心によく守っている、うん、場面が見れよく守ってんの決めれてないのみたいな感じだったんですけど、ロナウドが、もう早くも得点王ランキングでメッシと9点差ですから、はい、まあそうなっちゃいますよね、この写真みたいな感じになっちゃいますよね、うんうんうん、ちょっとね、もうなシーズン前誰もこうなるって思ってなかったと思うんですよ。いや思ってなかったですよ。逆だと思うんですよ。いや本当そう思ってた。だってあの5試合出場停止になったスーペルコパ、はい、の時とか全然すごい調子いいんだなチームとしてみたいな感じだったのに。でなんか周りのポジティブな空気とネガティブな空気で極端に分かれてたじゃないですか、うんうんうん、バルサと、うんうん、もうそしたら始まってみたらね、メッシが逆に点取ることに集中してる感じがあって、あ周りもまあメッシに点を取らせるみたいな感じの、うんうんうん、あれになってきて、チーム割り切った感じ、逆になんか結束したのかなこれあみたいな感じですね。で逆にレアルもしかしたらちょっと、まあ、お疲れなのか燃え尽きなのか分かんないですけど、ちょっと緩いところ燃え尽きの早くないですか。いやだって CL 連覇してとか、そっか、なるほど ね、まあ、ね、あ それがね、頑張り続けられないんでやっぱり人間どうしても、うんうん、なのかもしれないですね。なるほどね。今コメントでネイマールとはって書かれてたけど、まあ、パリ・サンジェルマンも大変そうですね。なんかパリさんはまあそうですよなんか随分楽しいことになってんなと思って、まあ、ほらサンチェス行かなくてよかったじゃんと思っていやサンチェス行ってくれてた方がもしかしたらいやもっと火に油を注いでますよ。いやもうちょっとこうバランスがね今ちょっと極端にアルゼンチンの人一人だけだっけな、うんね、ディマリアだけかな、うん、でウルグアイの人もカバーニだけしかいなくて、はい、あとみんなブラジルみたいな感じのノリになっちゃってるんでね、うんうんうん、カバーニ、うん、カバーニ欲しいな本当でもそういうことになりそうなね。パリからロンドン来ねえからはい、順位表出ました。ラリーガねえ、アトレティコ昨日見てたけど、うん、2位か。アトレシコさん、新スタジアムオープンしまして、新スタジアムオープンしてすごい成績が伸びたチームってあるんですか。どうでした言う
エミレーツにした時どうでした？言っちゃう？いやでもそれ聞かされちゃうと明日は我が身なんで。そう、それをそれ盛大な振りですか？あ、そうね。ポジティブな結果ユベントス。そうかそうか。なるほどね。ちょっとね、国内に目を向けましても、ちょっと気づいてらっしゃる方もいる、北九州さんですとか、ガンバさんもちょっと最初は、なかなか持たせた時があったんで。アトレチコはどっちに転ぶパターンでしょうね。そう、まあいいんですよ。駅前に地下鉄、スタジアム前に地下鉄もできましたしね。いいアクセスとかはいいんですけどね。はい。という感じですかね、はい、でも本当レアルマドリードが6位の位置にいるっていうのはちょっとなんかこう変わっなんかね違和感のある順位表ですね、うん、まだ、うんうん、まあ、上にいるクラブ割といつも上位のクラブなんですけど、ね、うん、ソシエダ含めて、ね、ビルバオ含めて全体のメンバー考えたら全然変わってない感じはありますね。ちょっとここのその辺がね入れ替わっちゃう、うん、入れ替わってるだけ で、ね、なるほどね。はい、じゃあ続いての話題いきます。ナポリとユーベが開幕5連勝、ミラノ勢が追うセリエ A 第5節、ユーベとナポリが首位をキープ、3位はインテル、4位ミランとなってるんですね。イグアイン不調もマンジュキッチがチームを救う。ミランは、昇格組スパルを相手に PK2 発で勝利したという結果になってます。ナポリ強すぎ。ねえ、コメント本当。ユベントスの話はいいんじゃねえか。伊藤さんも望んでないでしょ。伊藤さん見たのかな、これ早起きしてなのか遅くまで起きててなのか。さすがに見たじゃん。昨日は負けるから見ないって言ってました。あら。そう、あの放送前には言ってて。な、うん、ら。これまあね、10人でよく言ってんですんだよね。まあそうですね。うん、ハイライトとかあの見る限りはもうユベントスの攻撃しか出てこないで。なるほどね。マジキッチかっこいいな。かっこいいですね。スリーは PK 増えすぎ説。あれだよね、退場、あのフィオレンティーナ2枚目で退場になったんですけど、1人、うん、あれの時ビデオ判定やってたよね。ビデオ判定やりました、うん、その場で、ああ、まあ、あの1回エリア内かどうかのジャッジだっけ。あ、とイエローとイエロー対象になるかどうかか、こうやってやってました。おなじみの PK って言われたんですけど、結果的には PK じゃなくフリーキックになったけど、うん、あ、そうそうそう、イエロー退場。そう、なんかあの角のタッチライン際みたいなところで、あの侵入してるかしてないかぐらいのところだったね。マティディか、倒れたの、はい、はい、じゃあこっちも順位表を見ますか。はい、もう順位表は一瞬チラッて出してもうすぐ次そんな止まんねえんだもん。はい、あのこのニュースを紹介するたびに上2つの勝ち点3が増えてってるだけなんで。本当そうね、はい、ナポリめっちゃ独走、特殊点差も含めて、まあ、ナポリはそう、もうあのやり方は強いっすよ。国内もやっても、ね、どうやったって守れるし、どうやったって点取れるんで、うん、あれはすごい面白いですね、はい、うんうんうん、昇格組がきついんです。本当だ、はい、ベネメントはちょっとやばいっすね。頑張れ、はい、今回もローマに4点取られて、その、うん、週末にあったナポリ戦も6点取られてたんで、うん、ちょっと厳しいですね。はい、じゃあ続いていきましょう。続いて来季のチャンピオンズリーグ決勝はアトレティコ新本拠地で開催、 EL の決勝はアゼルバイジャンで、さあ出てきました、はい、アトレティコ新本拠地、さっき言ったさっき言ったワンダメトロポリターノです。うん、はい、一応そう、あのネーミングライツなんで、チャンピオンズリーグ上はエスタディオメトロポリターノか、はい、はい、ワンダってワンダさんは、あのワンダ、あの、中国の、はい、へー、ワン大連ですよね。そう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 、あー、はいはいはい、へー、でかいな。エミレーツスタジアムをチャンピオンズリーグでアーセナルスタジアムっていうのと同じ、うん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 、6万8千だったかな、収容でかいね、なんか、ワンダならじゃないっす。あの、はい、イカルディの嫁じゃないっす。昨日なんかえ、いや、このネタだよ。俺もワンダって言うとワンダならが思い浮かんじゃうんで、どうしてもまずね、はい、コーヒーじゃないっすよね。コーヒーでもないよ、ワンダならですよ、ね、私も最初コーヒー浮かんだから、コーヒー朝飲むやつじゃないそれ違った商品名だったわと思って。これオープンしたのが、先週末かな、はい、コケラグリーズマンが1点目取ったんですけどね。近くにそう地下鉄の駅ができて、もともと五輪で使う予定だったからってコメントが
あ、そう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 。マドリードオリンピック招致してたじゃないですか。してた、うん、なんかあのオリンピックスタジアムっぽいなって最初思ったんですよ。この楕円の感じで、ね、そう楕円で、うん、なんかこういかにも真ん中に花火上がりそうなあの上の方からね、そう上の方からパパ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 って上がりそうじゃないですか。あのプロレスのパイロン無理やり持ってったぞプロレスそう地下鉄の駅がもうできて、うんうん、そこも近代的な感じのやつになってて、新しくのねトーレスとグリーズマンとガビとコケと、うん、もう一人かぐらいいたかな、うん、あとシメオネ監督が、うんうん、早速地下鉄に乗ってそこに行くみたいなね、コケラは落としっていうか開業の時にやってました。面白いそれ、うん、ねシメオネも契約延長したし、 EL はバクーですか。はいはい、アゼルバイジャンバクーオリンピックスタジアム、はいはい、今年はチャンピオンズリーグは決勝は、キエフ。あ、そうなんですか。はい、ウクライナ。ウクライナですね。ウクライナの西側の方の、うん、東側はちょっともう使えないんで、うん、まだ内戦があった、内戦っていうかあのはい、あのスタジアム1個ね、うん、爆破されちゃったりもちょっと前にありましたね。まだ使えない、ね。なるほどね。CL 決勝は6月1日、EL 決勝は5月29日に決定しました。はい、来季は出るぞ。EL にね。CL にアゼルバイジャンへ行こうみたいになるの。違う、バクーに行くぞみたいな。ここに行くの、ここに行くの。はい、はい、じゃあ次、王者鹿島は浦和に勝利、筑波大の快進撃はここまで、8強は全て J1 クラブに、天皇杯 4回戦の結果です。はい、もう結果出しちゃいますか。出しましょう。はい、ねえ、よく頑張った筑波っていうこと。まあ全国16本まで行きましたから、うーん、県代表として16強まで上り詰めた AC 中野パルセイロと筑波大学は惜しくもここで敗れると。そして我々の目の前の画面が消えました。はい、ニコ生の方がね、綺麗に消えました。あ、映った。パソコンのあれが、あのあれになっちゃった、接触がね、いやスリープになっちゃった。はい、ということで天皇杯準々決勝は10月25日、ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズ、セレッソ大阪対大宮アルディージャ、横浜マリノス対ジュビロ磐田、川崎フロンターレ対柏レイソルという、はい、大体毎回天皇杯は、うん、どこどこが勝ち上がってきたジャイアントキリングですみたいなのがあって、ここの8に行くぐらいで結局全部 J1 にはなるっていうのが大体かな、ね、恒例な感じはね、はい、ねえ、今回でもなんかそこを突破するのかなっていうワクワクあったんですけど、まあね、山形とか例えば、ね、うん、J2 で今調子良かったりとかもしたりとか、うんうん、しますし、そうですね、まあ、もちろん筑波はね BS ずっとやってたりとかもしてたんで、うんうん、見てた方も多いと思うんですけど、いやー、でもまあこれが磁力というか、まあ、ね、あのメンバー入れ替えながらも大宮もメンバー落としてたよね、うん、まあ、だけどもういい加減これでまた負けたらいろいろ言われるっていうのを稲葉さん分かってますから、うんうんうん、はい、つくばね、中野選手惜しいシュート1回あってクロスバー叩いて真下落ちて、うん、もう BS1 がここまでやるかっていうぐらいそのクロスバーに当たって下のライン切れてるかなみたいなリプレイをずっと流して、うん、しかもあのいやゴール横の台4の審判というか、はい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 、副審のさらにサブの人います、うんうん、います、あの人の顔まで抜くって結構あプレミアリーグみたいみたいな、プレミアよくやるじゃないですか、やりますよ、疑わしいジャッジがあったら、うん、審判すぐその審判抜くみたいな、うん、国内はなかなかそれをねやらないことが多かったりするんですけど、ね、やってて、でしかもツイッターでもそれこれ入ってると思いますか皆さんみたいなんでそこのシーンのキャプチャーをねツイッターで出したりとかして、ね、なるほど、だいぶ無視結構攻めてるなみたいなことを僕らも言ってたんですけどね。まあちょっとあの真横のカメラがないんで、裏か、はいはいはい、まあ横から撮ってる感じだったんで、うんうんうん、あれなんですけど、まあ多分入ってないとは思います、ね、見た限りは。あの着地したところはラインの内側ゴールインだと思うんですけど、はい、フォルムのところなぜか香川の写真が出てきた。フォルムのところあの、はい、側のところは多分ラインにかかってるような感じに見えたんで、でもね、うん、コメントも結構入ってなかったんじゃないっていうコメントの方がちょっと 、うん、多かった感じですね、うん、うんうん、はい、はい、でつくばね惜しかった、頑張って惜しかったな、かなり走ってたし頑張ってたんですけどね、うんうんうん、はい、今ねつくばの写真が出てますが、はい、他はもう一応言っておきますか。浦和さんは一回追いついたんですけど、はい、うん、2対2まで、うん、その後ポンポンと終盤2点取られまして、うんうん、2-4 という形になりましたね。まあ鹿島が強いなっていう話なんですけど、うん、まあ鹿島対浦和とかね、はい、この辺でやっちゃうのもったいないですからね。そうなんですよね。まあドローのあやなんでしょうがないですけど、
広島はもったいないことをしました。ウーゴビエイラハットトリック。最後、はい、最後延長しかも、そうそう、延長の後半にウーゴビエイラ3点目入れたんですけど、なんだ、横もう本当に右サイド抜け出して、はい、クロスかなって思ってるぐらい深い位置まで行ってて、うんうん、マイナスに出さないで、あのキーパーのニアサイドを抜くグラウンダーみたいなシュートを打って、完全にクロスの目線でしたよ、ね、そう中を見てての完全の目のフェイントで、もうでも打ってるコース的にはあの完全狙ってた、クロスが入っちゃいましたじゃない打ち方してるんで、すごい、そのね後半の延長の段階でそれができる、さすがですね。あと、あ、そう、森本孝之、はいはいはい、キャリア初ハットトリックなんでしょ。そうなんです、はい、キャリア初なんですか。意外でしょ。意外、めっちゃ意外で、この間のリーグ戦も点取ってたし、こっから、うんうんうん、おー来る。ちょっとざわつきますね。ざわ、ね、はい、つかせてほしい。はい、ということで以上今週のニュースでした。はい、今週じゃない、今日ね、今日。すごいまとめ方しちゃった、はい、ということでじゃあ一旦ここで CM です。はい、おい、じゃあここからは特集の時間です。今日は法政大学特集です。ゲストはですね、法政大学体育会サッカー部から関口亮介選手、そして武藤優希選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。俺完全にキレてんじゃねえか。本当だ、いないことになってる。前に言っちゃったよ。いないことになってる。完全に宿大学サッカーのところに俺が完全に隠れてる。まあ別に声の出演でいいですけど、すごいめっちゃ裏方さん感が大丈夫です。お気を使わずに。やばい、はい、黒子みたいになってる。はい、じゃあ影の声、肩だけで語ってください。はい、そうです。こういうリアクションで笑ってんなあいつみたいな。はい、そして木曜レギュラージュハガールからはエミリンです。よろしくお願いします。はい、じゃあまず大学サッカーのニュースをエミリンお願いいたします。はい、それでは早速先日16日18日に行われた第12節の試合結果をお届けします。はい、ちょっとね台風の影響でね、で17日の試合が延期になりましたね。はい、なってしまいます。はい、今回ゲストで来ていただいている関口選手、武藤選手が所属する法政大学は前期を首位で折り返している筑波大学との対戦、そして総理大臣杯の準決勝でも戦ったカードにもなっていました。前回のリーグ戦の対戦時には3対0で筑波大に勝利、総理大臣杯準決勝では1対0で法政大学が勝利し、まさに因縁対決とも感じられます。はい、優勝を狙う筑波大学に対し勢いを止めたい法政大学は前半27分にゴール前で待ち構えていたリサル・アキラ・シルバーノ選手がゴールを決め先制点を挙げます。うん、一方の筑波大学もジュビロ磐田に内定が決まっている中野誠也選手のゴールが決まり、試合は振り出しに戻ります。そしてここで法政大学がチャンスを迎えます。後半20分に1年生の森岡陸選手がゴールを決め追加点となり、法政大学が見事勝利しています。うん、何写真変わりましたけど1ページがずっと気になってましたよね。皆さんね、エクセルかな、パワーポイントかな、ね、そう、すごいなんかこう初めて作りましたみたいな感じで。俺って俺だ俺だ俺だ。チャーミングですね。
関口選手、期待の1年生のルーキーの活躍での勝利、はい、振り返っていかがですか。はい、1年生であそこまで活躍できるのはすごいと思いますし、まあ、チームの中心選手として、まあ、プレーしていて、まあ、メンタルも強いですし、うん、まあ、すごい頼もしいっていうのもあって、まあ、今後も頑張ってほしいと思っています、うん、素晴らしいコメントですねありがとうございます。2部の試合結果はご覧のようになっています。はい、また1ページね、ずっと1ページなんですね続いて順位表です、はい、まずは1部リーグ、はい、前節までの順位とは変わりませんが、3位から5位、6位から9位の勝ち点差はほぼありません、うん、1試合の勝ち点差の積み重ねが今後の順位に大きく影響し、どのチームも順位争いが期待がかかります。続いて2部リーグの順位です。1位国士舘大学、2位早稲田大学が頭一つ抜けていた2部リーグですが、追いかける3位の拓殖大学、4位の中央大学が着々と勝ち点を積み重ねています。今後の展開にも注目です。小松さん、こちらの順位表を見ていかがですか。はい、まあ、私の大学は東洋大学なんですけれども、うん、法政大学さんの一つ下ということで複雑な気持ちですよねそこはいいんじゃないですか。頭は負けてんだから体力頑張れよ後輩っていうやついやでもちょっと1位に抜けてきた感が、そうっすね、ねえ、ありますね。ずっと混戦できてたけど、はい、うんうんうん、明治とかね、ちょっとまだ下ですからね。そうですよね、でもまだ後期始まったばっかりですからね。まあまあまあ、はい、これからって感じですか、はい、ありがとうございます。後期リーグが開幕し、再び熱い試合を展開してくれる選手たちの姿に今後も期待したいです。続いて23日土曜日、24日日曜日に開催される第13節の試合予定をお伝えします。ちょっとね、 L 字でだいぶ大学の、ね、片っぽが切れちゃってますけど、一回外すか、そうですね、一回外したら俺が復活するから5人ショット、5ショットになった時に戻るから。コメントでもどんだけ1ページ押すんだよって期待を裏切らない1ページ、はい、9月23日土曜日に湘南 BMW スタジアム平塚にて慶応義塾大学が集中応援を開催します。ーハーフタイムにはチアダンスショーが開催、入り口ゲート付近ではグッズ販売やユニフォームの貸し出しを行います。また法政大学はこの集中応援を行う慶応義塾大学との対戦になっておりますが、武藤選手、意気込みをお願いします。あ、やっぱり今チームの調子がすごくいいんで、ここで開幕、後期開幕2連勝して、あの周囲とかにしっかり食らいついていきたいです。ありがとうございます。続いて2部の試合予定です。その他関東大学サッカーリーグ戦の詳しい情報は関東大学サッカー連盟公式サイトでご確認ください。以上、次節の試合予定でした。はい、青学次早稲田とか 6-0 か、すごいな。やっぱ負けたくない、早稲田とか慶応さんとか。あんま、あ、そういうのない、書いてない。大丈夫、うちはおしゃれさだけで勝つから腹立つわ。そこしかないんですよ、もう本当対抗できるところが。早慶ね、まあ、ちょっと全然もう、うちそういうのないんだよ立地だけだから誇れるのはい、はい、次のね、後期第2節もぜひ皆さん見に行ってください。13節ですねはい、ということでここからはですね、お二人にお話を伺っていきたいと思います。まずお二人それぞれ紹介し合っていただいてもいいですか。プレー面、キャラクター面、はい、ご紹介お願いします。わかりました、じゃあどっちか、俺から、まあ、プレー面で言うと、はい、武藤選手はすごいドリブルにキレがあって、うん、まあ、パンチのあるシュートっていうのが、まあ、彼の特徴で、まあ、性格面はすごい自由人で結構破天荒な選手です。破天荒、はい、どんな感じなんですか。どんな感じ、はい、脇で音鳴らしたりする信子もよしのみなさん真っ赤になるですね、ここね。破天荒といえば、まあ、すごい面白い人ですざっくりありがとうございますはい、じゃあ逆に、プレー面は、圧倒的な存在感があって常にチームを鼓舞してくれる存在です。で性格面はこれ見ての通りめちゃくちゃイケメンなんですけど、なんかおじいちゃんみたいで、おじいちゃんおじいちゃん、なんかボケてて
可愛いです何趣味がおじいちゃんっぽいとかじゃなくて違います。なんか結構いかついんですけど、はい、見た目、はい、かわいいですおじいちゃんってめちゃくちゃ照れてるしじゃあ今日は破天荒とおじいちゃんのコンビで難しいなさじ加減どっちに合わせていこうかな。でもねお二人ともハキハキそう、ね、お話しされてらっしゃいますし、すごいコメントがねまっすぐ、はい、ありがとうございますなんか法政大学ってあまりねどういうサッカーするのかなってご存じない方も多いと思うんですが、うん、なんと総理大臣杯35年ぶりに優勝したということでおめでとうございます。ね、ある程度上に行った段階トーナメントが進んだ段階で全部残りは関東勢っていうところまで来ましたが、ちょっとこう見てた方の中には法政が優勝したって思ったびっくりした方もいらっしゃったかもしれません。そうですね。お二人は優勝してどんな感じでした？優勝すると思ってましたか？そうですね、まあ、自分たちが1年生の時に準優勝してたんで、うんうんうん、もう優勝しないとやっぱ自分たちの評価っていうのは上がらないっていうのは分かってたんで、うん、もう優勝することだけでしたね、うんうんうん、頭の中は、はい、どうでした？もうその通りだと思います、うん、やっぱり3年前にその悔しい思いしてたからやっぱり今回絶対優勝したいっていう気持ちがこの結果に表れたと思います、はい、うんうん、これやっぱり世間的にはねその天皇杯でジャイアントキリングをした筑波に注目が集まっていた一戦もあったと思うんですがそこへのプレッシャーとか筑波に対して思ったこととかってありましたか？まあ、筑波自体には、まあ、リーグ戦とあとアミノバイタルカップで2連敗したんで、うんうん、まあ、そこでまあ3回目負けることはまあ許されないんで、うん、まあ、そういった意味でも絶対に勝ちたいっていう気持ちはありました、うん、なんか変えたところとかあったんですか？戦い方多分選手が変わってて、ほう、はい、うん、なるほどなるほど、変わったね、変わった変わった変わったよね、うん、結構メンバーじゃあガラリと、そうですね、変わりました、うんうん、メンバーが変わりました。今回のその総理大臣杯とそして前回の第13節筑波と戦って勝ってますが、はい、13節じゃない12節か、うん、勝っていますが、もうきっかけをつかんだ感じ。そうですね、まあ自分たちは結構勢いのチームなんで、うん、まあ、その優勝したの流れで、まあ、優勝して、まあ、気を緩むんじゃなくてそこでもう一回気を引き締めてもう一回やっていこうっていう話をしていて、まあ、まあそれがつながって勝ってたんじゃないかなっていうのはあります。うん、アミノバイタルカップからこの総理大臣杯に続いてやってきて結構波とかってありました？波はなくて、アミノバイタルカップも結構連戦で、はい、大臣杯も連戦で、うん、まあ、連戦だったんですけど、そのままの勢いで、連戦だったからそのままの勢いで来れたっていうのはあるんじゃないですか。結構どうですか？ナイス、やっぱりその通りだと思います3回目ぐらい全部言っちゃったよ、もうこの人みたいな今写真でも結構皆さん先週ね、実はこの法政大学総理大臣杯優勝したって取り上げた時にさっきのね一番最初に出た写真が出てたと思うんですけど、リサロ選手の助っ人感がすごいっていうので結構盛り上がったんですよね。リサロ9番9番のリサロ選手、9番誰っていう、そう、この写真でもねすごい注目を集めたんですが、どんな選手なんですか？リサロ選手ですか？うん、ちょっとまあ自分喋りすぎなんで、どうぞ回すね、回したいいよ。うん、リサロ選手は、うん、後輩3年生で後輩なんですけど、はい、もうすごいメンタル的にもすごく強くて、非正規金高そうコメントでつけるとか大舞台でもやっぱ緊張とか全くしなくて点とかバンバン取ってくれるんで、なんかその大舞台の方が強いみたいな勝負強さがある選手だと思います。すごい、じゃあ頼れる存在なんですか？はい、相当すごいっす。もうじゃあお二人今4年生じゃないですか。リサル選手は3年生ということでもう1年生の頃からじゃあスタメンでバリバリやってたんですか？はい、じゃあもう連携面とかもバッチリ。はい、あれ、リサル選手ってイタリア？イタリアの違いってます。はい、
はい。そしてじゃあ今法政大学のサッカーについても聞いてきましたけど、法政大学サッカー部ってどんな雰囲気なんですか？上下関係とか結構しっかりしてる？いや、もう本当に上下関係なくみんな仲がいいですね、うんうん、っていうのも、まあ、自分たち総部員で、まあ、54人ぐらいしかいなくて少ない。え、だいたいいつも出てくれる大学の人たち、まあ、100は超えるみたいな。へえ。なんで、まあ、みんなで同じ場所で練習してるんで、うんうん、もう本当にもう仲がいいですね。もうしかも寮生活でほとんどみんなで生活してるんで。何人部屋？そんな食い気味で聞かなくても、高齢とはいえ2年生までは基本的に2人部屋か3人部屋です。で、3年生からは基本的に1人部屋です。あ、1人部屋、はい、寮の1人部屋って結構レアですね。いいですね。いつも8人とかめっちゃ、そう、10人部屋ってとこみたいな。そう、10人部屋で寮建て替えたら2人部屋になったとかね。へえ。あ、じゃあ2人は寮生活は1人になってで楽になった方ですか？楽、そうですね、楽になります。一人部屋で、でもそんな大きい部屋ではなくてすごいちっちゃい部屋なんで、うんうんうん、本当にもう寝るだけって感じです。はい、なるほど。サッカー面での特徴ってどんな感じのサッカーをするんですか、法政は？自分たちは守備のチームなんで、うん、まあ、しっかり守って、うん、相手の隙を見てカウンターだったりセットプレーだったりで点取って、うん、まあ、粘り強く、うん、まあ、あとは気合のチームなんで。でも2人ポジションがゴールキーパーとディフェンスということで、結構その守備面のね要になると思うんですが、4年生でその守備の要を担ってるっていうことに対してはどうですか？そう、まあ、自分は、まあ、キャプテンですし、うん、まあ、そのチームをまとめて、うんうん、まあ、自分はまあゴールキーパーで、その自分が失点しなければ、まあ、チームは、ま、負けることはないんで、うん、まあ、本当に、まあ、そこはもう気持ち入れてやっていきたいと思っていますね。武藤選手から見て関口選手のキーパーとして頼れるなとかポイントありますか？やっぱり存在感が、さっきも言ったんですけど、うん、存在感あるんで、うん、結構相手の選手とかもビビっちゃうんじゃないかと思います。おー、もうこの存在で。ちょっとね、こっから見てる雰囲気が、うん、楢崎選手とかの感じ、ビジュアル的に。確かに確かに。とあと大谷翔平に似てるってちょっと思った。本当ですか？うん、おー、分かる。今のね、画面に映ってる横顔めっちゃ似てる。そう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 、そう、皆さんカメラなんで正面からですけど、うんうんうん、僕横からなんで。確かに確かに、初めて言われました。おー、いや、もうちょい喜んで。逆にキーパーから見てて、武藤選手のディフェンス面っていうのはどんなところが頼りになりますか？ディフェンス面ですか、うん、まあ、プレーでも全体でも。あ、プレー全体です、うん、まあ、プレー全体で言うと、まあ、攻撃の起点はまあ基本的にまあ武藤なんで、うんうん、まあ、そこはもう本当に、まあ、見てて何かしてくれるんじゃないかっていうのもありますし、うんうんうん、まあ、その得点源にもなるんで、うん、後ろから見せて本当に頼もしいです。結構じゃあチーム全体として中盤からゲームを作れるというよりは、本当に今の写真が出てますけど、ちょっと前の写真髪型、髪の毛がなんかすごい可愛い感じですけど、短い、やばなかなかね、選手のプレーしてる時の写真ってね、結構踏ん張ってたりとかいう写真がどうしても蹴る瞬間に撮るんで、マリモみたい、マリモだね、コメントでマリモって、正解アンパンだね、可愛いよって。いい、はい、はい、そして瀬口選手の写真もみんな結構髪の毛結構買ってません？うん、あ、一回刈りました、はい、そう、一回坊主にしました。一回坊主にした、はい、なんかきっかけは、まあ、まあ、自分たち2月に指導するんですけど、うん、その時に、まあ、なんかチームでいろいろミスがあったり、あんまり試合に勝てなかったんで、うんうん、4年生が全員ボディしました、はい、それでも後輩にしたらすごいプレッシャーですよね。相当ですね。や、先輩が坊主にしてる、鎌田周りみたいあれ、目を伏せるな。はい、うーん、じゃあ、今お互いのプレー面とかサッカー面について伺ってきたんで、 お二人の理想の選手3人をここでご紹介したいと思います。はい、まずはどちらから？関口選手から。はい、じゃあ関口選手の理想の3人はこちらです、
はい。出たー。一番右。それぞれ好きなところ、目標にしてるとこ、憧れのとこ、はい、教えてください。はい、じゃあ右からオリバー・カーン選手は、うん、まあ三つでプレー面ではまあ気持ちを全面的に出すとこが好きです。で西川選手はと、まあ、キーパーなのにすごい足元が上手で、まあ、正確なパントキックがまあすごい魅力的だなと思います。でカシージャス選手は、まあ素早いステップからのセービングっていうのが、まあ、もうかっこいいです。かっこいいです。三者三様ですよね。ね、みんなスタイルが違う。はい、でもカーンの現役時代とかまだ小学生。そうですよ、もう結構ちっちゃい頃、ね、ちっちゃいですよね、まあ、引退したの何年だ、2010年ぐらいだよねきっと。まあ、そのもうちょっと後か、もう前じゃない、前じゃない、前うわ引くわでももうその時の海外のキーパーってなんかもうカーンってイメージが、うんうん、まあまあまあそうですね、やっぱりあの2002年のね、うん、ワールドカップ、日本日韓でのワールドカップの決勝のねイメージが私もすごく強いし、ゴールポストに持たれる、そうね、うなだれてる、あれを抜いたカメラマンは偉いと思う、本当にスイッチングしたディレクターも偉いと思う、ね、2008年、はい、2008年に引退、ね、うんうんうん、本当に気合い面、足元のプレー、ステップからのセービング、それぞれじゃあいい選手のいいところを盗みつつ、そうですね、まあその、ま、真似をするっていうわけじゃないですけど、うん、そのイメージをつけるためにこの選手 の、 その映像を YouTube とかで見たりはしてます、うんうんうん、はい、自分の一番得意なプレーというか、得意なプレーですか、うん、は得意なプレーは自分の特徴としてそのキック精度だったり、まあ、1対1の強さと、うんうん、まあ、いう意味では、まあ、西川選手の動画を見ることが多いです。お、はい、ずっと終始武藤選手がニヤニヤしてるんですけど、あ、まあ、見てたっけ、見てます、本当YouTube とかをね、疑惑の目で見てたの見てない、どうだったっけなみたいな武藤選手はそう YouTube 見たりとか研究するんですか、ま、全くしないです、全くしないかい、はい、全くしないです自由なんで破天荒さがね、はい、じゃあそんな破天荒武藤選手の理想の3人こちらです。おお、もうね、さっきもちょっと楽屋でお話ししてたんですけど、相当なレアルマドリードファンということで、好きですシンプルに好きです、シンプルに好きです、はい、それぞれどういう点を、やっぱりマルセロ選手はもう日本人にはいないような、うんうん、なんか破天荒なサイドバック、うん、なんか奇想天外なプレーしてくるんで好きです、うんうんうん、確かに独特なリズム感みたいなのありますよね、気づいたらいるとかね、うん、で結構あの僕サイドバックなんですけど、ちょっと前の選手とかも好きで、うん、やっぱ攻撃が好きなんで、うん、アセンシオ選手はもうすごい最近ブレイクし始めた選手で、うんうんうん、やっぱキック、シュートがもうすごくて好きです、うん、でモラタ選手は、まあ、チェルシー移籍しちゃってちょっと寂しいんですけど、前への推進力があるところが自分は好きです。この間戦ったばっかりなんでそう機嫌を損ねちゃうからすぐやられなかったからいいじゃないですか、いや全然すごい満足、大満足、アーセナルか、でもいい選手、いい選手だなと思って見てましたけど、アセンシオとかね、うん、もう同年代もいいとこ、あ、そっか、アセンシオいい選手ですよね、かっこいいし結構好き、うん、うんうんうん、マルセロはいいんだよね、ビジュアルいいし、うんうんうん、髪型も寄せてほしい破天荒さを、それは怒られないですか、アトさんにこれ大変だと思います管理がね、1年間ぐらいかかると思いますピッチめっちゃ目立つけどね、あ、武藤遊びぞ、遊びぞにつく、またいるぞってやってみたい髪型ではあります割と真顔で前向きに検討してる感が、一回ちょっと坊主にした時に、はい、目指してる時があったんですけど、さすがにちょっと、はい、やりましたやりましただけどちょっとさすがにちょっとあいつやべえやつだみたいな見られたんでやめました今コメントではウィッグつければっていうコメントもありますねそれはもう完全になんか学園祭のネタみたいになっちゃうはい、はい、ありがとうございます。なんかそれぞれな感じですね、本当結構今あの武藤選手ディフェンスだけど攻撃が好きなんでっていうお話があってこの3人っていうことだったんですけど、
お二人ともこの今のポジションになるまでってどういう経緯があったんですか？と自分は小学校6年生の時までは、うん、もうほとんどのポジションをやっていて、そこからキーパーで、うん、中学生から本格的にキーパーって感じです。きっかけは、そうですね、そうだそうだ、ありがとうございます。あ、かわいい、かわいい。やだなんでやだって言わないでください。いや、かわいらしいっていうね。かわいい。これは小学生、はい、小学校1年生です。1年生めっちゃでかいですよ。大きいよね。めちゃくちゃでかいです、うん、もうだって周りが結構ちっちゃいじゃないですか。そうですよね、はい、へえ、じゃあ結構目立ったんじゃないですか。はい、目立ってましたね。へえ、老けたないや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 、さっきからのそのジジイいじりがすごい。この頃はまだじゃあ、はい、ジジ臭くなく全然です。なんていうんでしょう、そんなジジイじゃないですやめてください。じゃあ次行きましょうか。次の写真は、おお、え、これ何、あれは小学校6年生の頃にまあキーパーをだんだんと始めていった時の写真です。これあれだよね、左下とか右上とかに定人ってロゴ入ったの。違います。かっこいい写真。いや、いい写真、うん、でももうこの感じでもう体格いいんだなっていうのは十二分に伝わる、まあ、常に背は大きかったです、うんうんうん、その成長がまあ止まることなく常にでかいままでした。じゃあやっぱりその体格の良さみたいなことでキーパーやってみないみたいな話だったんですか？はい、いや、あの監督、小学校の頃の監督がまあ元々はキーパーにさせたいっていうのはあったんですけど、うん、まあ、それまでにちょっと足元をはい、うまくさせとかないとっていうことで、はい、他のポジションやってからゴールキーパーになりました。へえ、じゃあもう本当長期計画だったんですね。ああ、らしいですね。僕は知らなかったんですけど、はい、あ、知らずに、聞かされずに、はい、へえ。今身長何センチってお話あったんですけど、はい、今何センチ？今は身長180センチです。180センチですって言いたいな。何センチあるんですか？僕73、73って言ってるけど 2.1 サバ読んでる。そうでも70あれば。はい、じゃあ次エミリーの優しいフォローから。いやいや、私が小さいから。私が小さいからはい、お、レッツユース。はい、あれ、この写真はレッツジュニアユースで、レッツに行った時、レッツの中3の、これは全国大会の写真です。おお、レッツのジュニアユースに入ってもでかいね。でかい、うん、あの高さもそうですけど、こう肩幅とか本当に体格の良さがね、体幹がしっかりしてそうな感じが伝わる。あれでしょ、左前が関根高博。あ、はいはい、出てくれましたね。関根高博と同じだったのね。はい、そうです。あと、あの東国大の、そうですね、安藤選手、上選手、新選手も左上が新で、下の右から2番目が上選手です、うんうんうん、暗いけど、うんうんうん、あー、本当だ。でも連絡取ったりするんですか？あ、そうですね、もう仲いいんで、みんな連絡取ってます。まあ、各々が場所変えてもサッカーやってて今も繋がってるっていいですね。あ、そうですね、うん、本当に。じゃあ次の写真いきましょうか。これはこれは大学1年生の時に、はい、ミスをすると、はい、あの連帯責任なんですね。あるある。はい、で連帯責任で全員坊主にしました。3ミリの坊主です。3ミリ、はい、3ミリ、短い。すごいですよね。え、これはみんな各々剃ってくるの、はい、それともお互いでやるの？あ、もうそんなミスしたの？お互いで、お互いで、はい、面白いや髪を剃ったりとか。真ん中から真ん中から真ん中から行くよね、落ち武者風の。やりました、やったね。これはどんなミスしたかを聞いていいんですか？これはミスしすぎて覚えてなくて、なんか試合に何か遅れちゃったやつとか、なんか荷物を忘れたりとか、フィールド上とかじゃなくて、そうですね、学生としてみたいな、ね。まあ、1年生が基本的に仕事を担当してるんで、うん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 、はい、そうですね、ミス多かったですでもなんかこう、あのサッカー部とはちょっと一瞬思えない感じですよね。はい、もう野球部っぽいですね、はい、野球部っぽいですね伸びるのどのくらい時間かかりました？イメージ、
1年間ちゃんと、いやちゃんと入るまでは半年じゃない、いや元の髪型とかに戻すのには結構かかりました、自分長かったんで。勝手なイメージなんですけど、法政大学っていう大学のイメージ、ね、サッカー部じゃなくて、あんま坊主とかのイメージがなくて、そうめちゃくちゃ浮きますよ。そう、あの慶応上智青学の方のカテゴリーの人たちみたいな、マーチっていうね、ありますからね。そうそうそう、確かに確かに、マーチはうちの大学から言うと一個上のカテゴリーだったもうちょいちょいね、序列がね、ちょいちょいもうね、その受験の時のあれがフラッシュバックする。出せないで。学校自体の雰囲気はどんな雰囲気ですか？学校ですか、うん、学校の雰囲気どう？別に普通の学校で、でもこの坊主で行ったら相当やばい、やばいです。みんな注目度が高いです。まあね、高校だったら恥ずかしいです。恥ずかしすぎる。大学は大学生でサミーの坊主っていないですからね。確かにいない、確かに。やばい。でも4年生でもまたやったってことでしょ？はい。4年生でもやりまし た, ました、ね、2回やったんですか？いや4年間で、合計僕は6回やりました。6回、はい、僕は4回です。めっちゃ4回。待って、じゃあ今2人がちゃんと髪の毛あるのって奇跡なんじゃない？奇跡です、これは。いや、彼は奇跡です。彼は奇跡です。僕は奇跡です。待って、ちゃんと生えてる、はい、でも連帯責任なのになんでバラつきがあるんですか？いや、僕は連帯責任で4回やって、うん、個人的なプレーで2回、個人的なミスでプラス2回増えました。僕は1年で生え揃うっつってたから、もう生え揃ったことがほぼねえ。ほぼない、ほぼない。そういう感じでした。なるほどね、すごい。じゃあ、あの、よかったです、髪の毛がある時に来てもらえて。よかったです。すごい、大学時代を振り返ると髪の毛がない時代が結構多いっていうね。あ、いい写真。あ、かっこいいの選んだね。そりゃそうよ、そりゃそうよ。かっこいいの選んでる。ずるいね。これは、これは、うん、つい最近の総理大臣杯で優勝した時の写真です。いい写真。かっけな。これは選んだって。これは選んだ。これはもうパネル化決定だよ。あれ、優勝の瞬間はどんな気分でした？そうですね、相当嬉しかったですね。まあ、自分はもうサッカーであんま泣いたことないんですけど、うん、結構初めて泣きましたね。これまでこうタイトルを手にするっていうことは結構ありました？僕は初めてです。総理大臣杯が初めて。はい、日本一とかは取ったことなかったですね。おー、メダルをもらった瞬間とかどうでした？そうですね、メダルっていうよりもあのカップが、カップ、はい、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。なんかみんなでお祝いしたりとかしたんですか？まだしてない。あ、まだしてない。はい、これからシーズン中です。はい、そうか。もうこれ終わった次の週がもう筑波戦闘の試合だったんで。そうか、そうか、そうか。メダル見せてもらいましょう。あ、やべ、あっちだ。じゃあ後ほど、後ほど、ね。はい、じゃあ後ほど、今取りに行ってもらってる間に武藤選手振り返りましょうか。はい、ここからかな。はい、またこれは。これは何の写真ですか？そうです、証明写真。はい、かわいい。なんか小学生の時の選手証の写真です。はいはい、かわいい。小3小4とかでだと思います。へー、なんかね、まだ本当あどけなくてかわいい。でもそんな変わってなくないですか？俺変わってない。割とまんまな感じですね。バッサリ。ありがとうございます。はい、続いての選手お願いします。うん、あ、決めてるな。これは坊主にした時の写真です。初めてやった時で、坊主記念。はい、ちょっと最初やる時はちょっと嫌だったんですけど、うん、やってみたらちょっと似合ってますね。ね、思った、はい、似合ってるよね。2人とも似合ってますよね。うん、すごい似合ってる。自分まんま違和感がない。そんなにやってみたら結構気持ちかったっす。楽だったよ、ね、楽だった、涼しかった、良かったっす。絶対でも楽ですよね。はい、セットもないしさ。やったことないから分かんないっすよ。そう、大久保に似てるってちょっと思った。大久保でした。この写真確かにちょっとね、そう、頭のフォルムとか、うん、生え際のラインとかもなんか似てる、似てる。うん、初めて坊主にした。初めて、初めて。ちょっと、確かに確かに、おでこのちょっとボコボコ具合みたいな。国見時代の吉と
うんうん、次の写真お願いします。ラスト、ラスト、お、めっちゃ喜んでこれはあの初スタメンした時の、はい、A チームで初めて公式戦に出た時の、はい、でそれで公式戦初スタメンで初得点決めれたんで、うん、ちょっとこの写真を選びました。かわいい、ポーズがめちゃくちゃかわいいですけど、じゃあパーってやってる持ってるじゃないコメントでは寿司三昧って言われてますけどはいっつって確かにで手叩いてこうこれだからあれなんですか、こう番号17番こだわりがあったの。そうです、そうです、初めてつけた番号が17だったんで、うん、そのまま卒業まで17で行きたかったなって思ってたんですけど、うん、2になりましたそれは、まあね、まあ、チーム的に2で行ってくれっていう。そうです、前期は17だったのに後期で番号変わったんですね。はい、うんうん、なんかアミノバイタルカップから、うん、なんか自然気づいたら変わってて、気づいたら変わるそういう感じです。まあ、こだわりも別にそんなにないんで、うんうんうん、大丈夫なんですけど。ないかいっていう。でもね、こう縫製ずっとね見てた方とかね、あの番号でね覚えてた方とかはちょっとね気をつけて後期見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。ということでメダル到着したということで見せていただいてもいいですか。はい、あ、待って、もうさ、これがね、このケースすごい。このベロ合ってる感じが。すごい。めっちゃベロ。高級感。普通なんだけど、かわいい、なんか、おお、画面に向けていいですか。いいですね、決まってますね。顔を決めにいったすごい、見せてもらってもいいですか。おお、まあ、いたって普通のメダルで、裏もね、優勝結構書いてある。第41回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント優勝、歴史ある大会ですからね。え、第41回にもなるんですね。35年ぶりの優勝ってことでしたけど、 OB とか、なんか反響ありましたか。 OB ちょっとまだ何もないっす、うん、あ、まだまだ多分これから来ると思います、うん、でもね、学校のこう歴史を塗り替えたというか、歴史の1ページ飾ったわけですけど、どうでした。いや、冷静に考えて35年ぶりって相当すげえなって自分で思っちゃいました。うんうんうん、うん、まあね、簡単に言うと、お父さんよりもみたいな下手したね。そうね、確かに確かに。でもそんな武藤選手の近況、とにかくサッカーは楽しめているが、はい、学校の成績が不安っていうコメントをいただいたんですが、危ないっす、危ない危ないっす。今4年生、はい、9月も末に向かおうとしています。ラスト後期の単位が、はい、で決まりますやばいじゃん、そんな爽やかに言われてもあ、でも余裕大丈夫っす、余裕っす余裕っすか、やばいけど気合でやばいけど余裕。関口選手は。僕はもう前期卒業してました。おわ、すごい、素晴らしい、素晴らしいスケジューリングがね、ちゃんとしてる。やっぱ破天荒、頑張ってください。はい、頑張ります1年生の頃から余裕って言ってますから結局最後までギリギリというね、ギリギリだった身からすればなんとかなるから大丈夫という甘い誘惑を油断しないで頑張ってくださいね、はい、さあ、ということで、最後になりますが、2人の、将来の展望なんかもやってもいいですか。まあ、自分は、うん、まあ、ずっと小さい頃からサッカーを続けてきたんで、はい、まあ、おじいちゃんになるまでサッカーになんか携わって生きていきたいなって思っています。プロ志望。プロはプロ志望ではない、あ、プロ志望ではないっていうか、まあ、プロになれたらいいなっていうのは思ってるんですけど、うんうん、それだけにこだわらず、それだけにこだわらずっていう感じです、はい、武藤選手は。自分はやっぱり J リーグに入って、うん、それから世界とかにで活躍できるような選手になりたいなって思ってます、うん、はい、ありがとうございます。それでは後期、始まりますが、後期の意気込みもそれぞれもらってもいいですか。はい、後期の意気込み、うん、まあ、この総理大臣杯優勝して、はい、まあ、その流れで、まあ、自分たちは勢いのチームって、まあ、さっき言ったんですけど、うん、まあ、本当にその流れで、まあ、勝ち続けて、まあ、優勝を目指して頑張っていきたいと思います。はい、1試合1試合大切にしっかりと戦って、
まあ、謙虚な気持ちを忘れずに、勝ち続けてやっぱり最後優勝して終わりたいなって思ってます。さあそんな法政大学続いての13節の試合は以降が今画面に出ています。まず13節23日土曜日湘南ですね。湘南で慶応と、慶応との試合は何か意識していることとかありますか？と慶応は、まあ、自分たちあんまりいいイメージがないというか、うん、なんかあんまり勝ったことが記憶になくて、うん、で、まあ、もう今度は絶対に勝ちたいと思ってます、うんうん、はい、武藤選手は同じです最後締めていただいてありがとうございます。はい、ということで今回の特集は法政大学特集でした。 CM です。エンディングです。告知ジファガールから。はい、今週末の関東大学サッカーリーグ戦ジファガールからは23日土曜日の湘南 BMW スタジアム平塚にレンとナミポンが、24日日曜日は成田市中台運動公園陸上競技場にサーヤとクルハが駆けつけます。うん、試合会場でお待ちしています。はい、エミリンは？私は今週はいない。お休みです。じゃあまた会える時に。はい、ぜひお願いします。お願いします。はい、そして私も告知いいですか？すごい、あの一部地域への告知なんですけど、あの北陸に住んでる方ですね、来週の27日水曜日、19時から20時かな、タイムマシーン3号さんってうちの、あの何でも太らせる芸人さんが、秋元康さんですね。あ、そうです、そうです、秋元康さんで何でも太らせる芸人さんがいるんですけど、はい、と一緒に、新潟から富山石川と国道8号線というのがあって、それを一緒にドライブ旅みたいなのを、いいなぁそういうの仕事になるの美味しいもん食べたりとか、ドライブ車中トークみたいなのもいっぱい盛りだくさんで、結構プライベートな感じの旅を北陸のゴールデンタイムでやりますんで、 TBS 系列ぜひ皆さん北陸地域お住まいの方は見てください。ということで明日のハーフタイムの告知です。明日はですね、金曜日恒例トト予想です。 MC はサッカーキング編集部ミッシーさんと金曜レギュラーの長谷川優さんが登場します。ミッシーさんがね、うん、燃えてますから。燃えてる。先週休んで、夏休みで休んで、うん、まあ、トトを、まあ、やってたんですよ。はい、あ、安田さんやりましたよね。そう、うん、で、まあ、番組にもミッシーが寄せてて、はい、当てたんですけど、で視聴者もいないミッシーの予想が一番だっつって言ってたのに、うんうん、買ってもらえなかった。なんで買ってない？あの安田さんのが選ばれて、見事に外れっていう、あれで今燃えてますから。かわいそう、かわいそうもうそれ裏切りって言われますよ今度こそはね、燃えてますから頑張ってください。注目してください。ということでサッカーキングハーフタイム、今日のゲストは法政大学体育会サッカーから関口亮介選手、武藤優希選手でした。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてジュファガールエミリーもありがとうございました。ありがとうございました。ということでここまでのお相手は木曜レギュラー佐々木香織と、もう木曜レギュラーサッカーキング編集部の小松さんでした。また安田さん帰ってきてねまた明日も見てね。バイバイ。 バイバイしてください手大きい。